しばらくは。大丈夫ですか？大変、腕に怪我をしていますよ。大丈夫、ただのかすり傷ですから。それよりも敵の侵入を防がないと。クルツさん、先輩、怪我をしたんですか？エステルちゃん、アネラスちゃん、すまない、油断してしまった。見ての通り、武装した集団がこの建物を襲撃しているようだ。二人とも迎撃に協力してくれ。了解。そんな、先輩に手傷を負わせるなんて。誰が襲ってきたんですか？先ほど少しやり合ったが、あの格好はおそらく両兵団の一派だろう。両兵団って、あの百戦錬磨の傭兵たち？でもどうしてそんな人たちが？リベール国外では遊撃士協会と両兵団は断るごとに対立している。ここが彼らの標的になってもそれほど不自然ではない。ひょっとしたら例の結社が手を回したのか。やるようだ。だが爪が甘いようだな。あ、発煙筒。お眠り、子猫ちゃんたち。敵が襲ってきて。アヌラスさん、起きて、アヌラスさん。ウサギさんとクマさんのぬいぐるみ、どっちにしようかにゃ。な
の夢を見てるんだか。アネラスさん、大変なの、起きてってば。あれ、エステルちゃん。あ、そっか、もう朝練の時間なんだ。ごっく、朝練どころじゃないってば。お願いだから目を覚ましてよ。え、あ、何がどうなっちゃってるの？もしかして昨日の襲撃ってただの夢？私もそう思いたいけど、二人とも覚えてるってことはやっぱり夢じゃないと思うわ。ああ、なるほどね。いや、これはお姉さん一本取られちゃったな。アネラスさん、まだ寝ぼけてるでしょう。まずは状況を整理してみようか。昨夜、両兵団らしき集団が宿舎を襲撃してきて、クルツ先輩が手傷を負って、私たちが駆けつけた直後に窓から敵が侵入して、その直後私たち二人はすぐに眠らされてしまった。うん、私の記憶と同じみたい。問題はどうしてこんなところで目を覚ましたかなんだけど。うん、確かにおかしいよね。持ち物の類はなくなってないみたいだけど、昨日の夜に身につけていた武具は全部取られちゃったみたい。あ、私もだ。っていうことは、私たちをこの場所に運んできたのって。うん、そう考えるのが自然だけど、ただ私たちを拘束しないで放置した理由がわからないんだよね。気絶した私たちをここに運んで武装解除した後、何らかのアクシデントが起きて慌てて別の場所に移動したとか。なるほど、それはいい線いってるかも。そうなるとこの場所に長居をしていたら危険みたいだね。エステルちゃん、地図は持ってる？あ、うん、荷物は取られてないから。あったあった。うん、やっぱりそうだ。ここは昨日訓練で使ったサントクロワの森だと思う。ということは、当面の目的は森を脱出して宿舎の様子を確かめるくらい？うん、先輩の安否とか他にもいろいろと気になるけど、まずは現状を打破しなくちゃ。それじゃあ出発しようか。丸腰に近い状態だから慎重に行動した方がいいね。うん、わかった。なんとか取られた装備を取り戻せるといいんだけど。これってやっぱり両兵団のテントなのかしら。可能性は高そうだね。とりあえず調べてみようか。それ以外は見事に空っぽか。私たちの装備があったらよかったんだけど。そこまで甘くはないみたいだね。でもテントの状態はいいし、休憩するのには使えそうかも。のんびりはできないけど、疲れたらここに戻ってこようか。うん、了解。あ、もしかしてこれって私たちの装備じゃない？うん、そうみたいだね。ひょっとしたら他の装備もどこかに隠されているかも。魔獣との戦いは避けたいけど、探索してみる価値はありそうね。
私の番だね。私に任せて。私の番ね。私の番だね。アーツ、駆動、行くよ。ここは下がるよ。やっ！私の番だね。私の実力よ。私の番だね。私の番だね。任せて。私の番だね。この調子でいくわよ。私に任せて。はい。はっ。私の番ね。はっ。行くよ。私の実力よ。
そこが出口みたい。はあ、ようやく一息つけるね。あらあら、ちょっと目を離した隙に逃げ出すなんて悪い子たちね。私の狩り場にようこそ。女の人？エステルちゃん、気をつけて。この人かなり強いよ。あら、それを見抜く力はあるのね。それにあのガスを食らってもう目が覚めたのは驚きだわ。さすがは遊撃士、体力だけは無駄にあるみたいね。あんたたち一体何が目的なの？どうして訓練場を襲ったのよ。答える義理はないわね。あなたたちに選べるのは2つ。おとなしく降伏するか、このまま私に駆られるかよ。回収した装備でなんとか戦える。アネラスさん。うん。いいわ、子猫ちゃんたち、存分に狩らせてもらうわよ。これでも暗いな。任せて。はあ、私に任せて。やっ、動くんじゃないよ。当たれ。いくよ。見せてあげるね。甘く見ていたか。遊撃士を舐めないでよね。小娘二人と侮ったのが運の尽きだったみたいだね。威勢のいい子猫ちゃんたちだこと。またエステルちゃん、息を止めて。すでに砲術使いは捕まえた。子猫ちゃんたちの味方はいない。諦めて投降することね。逃げられたか。アネラスさん、深追いしない方がいいよね。そうだね、待ち伏せされる危険もあるし。ねえエステルちゃん、今の人が言ってた砲術使いは捕まえたって。あ、うん、クルツさんのことだと思う。そっか。大丈夫だってば。仮に捕まったとしてもクルツさんなら無事だって。それにこういう時こそ今までの訓練が活かせると思う。あ、非常時の行動、安全の確保、そしてカウンターテロ技術。うん、確かにそうかも。教えてもらったことを活かしてクルツ先輩を助けなくちゃ。うんうん、
その息。ねえ、アネラスさん、とりあえず宿舎に戻らない？敵に占領されたままかどうか確かめた方がいいと思うし。うん、そうだね。それじゃあ出発しようか。ここから見た限りだと人の気配はないみたいだけど。うん、入っても大丈夫そうだね。でもトラップが仕掛けられてる可能性もあるから慎重に行こう。了解。あの槍、クルツさんの。とりあえず宿舎の中を調べてみようか。何か手がかりが見つかるかもしれないし。うん、わかった。これってまさかクルツさんの？うん、先輩の可能性は高そうだね。この出血量なら致命傷じゃないと思うけど。確かここに地図が貼っていなかった？うん、私たちが持っているものと同じだね。それを持って行ったってことは、これって昨日の夜良平が侵入した時のだよね。うん、あの身のこなし相当訓練を積んでると思う。さすがプロの良平、これを見逃すわけなかったか。なるほど、応援を呼ばせないつもりね。これはかなり痛いかも。これって敵が取っていったのかな？その可能性が高いと思うけど、管理人さんもいないし、一体どうしちゃったのかな。とりあえず宿舎の中を一通り調べてみたけど、2階は全く異常なし。荒らされたのは1階だけみたい。何か理由があると思うけど、でも敵が何をしているか大体つかめそうな気がしてきたね。え？敵の行動は謎も多いけど、一貫してるところもあると思うんだ。この宿舎、そして森のテント、2つの場所で発見した手がかりを合わせてみると、あ、ひょっとして私もそう思う。多分あの森のテントはこの宿舎を襲撃するための仮の拠点だったんじゃないかな。だとしたら、あそこに人気がなかったのは他に拠点を移したからだと思うの。あ、なるほど。でもこの宿舎を拠点にしたわけじゃないのよね。昨日の襲撃からもわかるように、ここの守りはあまり固くないしね。万が一ギルドの応援が来た時に人質と一緒に立てこもれる場所、そんな場所に拠点を移したんじゃないかと思うの。そう考えると辻褄は合うかも。だとすれば連中が移動した場所って、あんたたち。あ、ロベルトさん、無事だったんだ。昨夜クルツさんが隙を見て逃がしてくれてね。今までなんとか隠れていたんだ。そうなんだ。よかった、無事でいてくれて。すまない、僕一人が逃げることになって。まったく男のくせに情けなさすぎるぜ。落ち込まないでよ、相手はプロの傭兵なんだし。その通りですよ。人質にならなかっただけでもラッキーだったと思わなくちゃ。そうか、そう言ってもらえると助かるよ。それで結局クルツさんと管理人さんはどこに行ったんだ？それが。なるほど、守りやすそうな拠点か。そうなるとグリムゼル小要塞じゃないかな。要塞？そんなものがこの近くに？要塞といっても本物ってわけじゃない。
最近建てられたばかりの軍事施設を模した訓練施設でね、対テロ訓練などに使われるんだ。そんな場所があるんだ。アネラスさん。うん、分かってる。おい、まさか君たち二人であの集団に挑むつもりかい？ギルドに連絡して応援を呼んだ方がいいんじゃ。あ、通信機壊されたわよ。ロベルトさんは通信機の修理をお願いします。治り次第ギルドに事情を伝えて応援を呼んでくれますか？わかった。オーブメントの整備が必要なら工房の方に来てくれ。それじゃブーンを祈るよ。さてと、行こうかエステルちゃん、そのグリムゼル商用祭に。おお、合点だ。これがグリムゼル商用祭。すごいね。かなり本格的な訓練施設だよ。とりあえず外からだと人の気配は感じられないけど。うん、間違いない。つい最近複数の人間が通ったような跡があるわね。早速追跡訓練の成果が出てきたみたいだね。この様子だと敵の数もそれほど多くはないと思うよ。 3,4 人ってとこじゃないかな。敵は凄腕みたいだけど、私たちだって声優劇師だし対抗できない相手じゃないよね。うん、全力を尽くそう。